続いてあるエドの兄弟と対峙する嫉妬を司るホムンクルスと呼ばれる人造人間エンビー役の本郷さんです,すそして鋼の錬金術師店のスペシャルサポーター土田皆さんも改めて大きな拍手をお送りください。 さあ、というわけで、皆様、改めて、どうぞ、よろしくお願いいたします。ますよろしくお願いします。まずは、ご挨拶を頂戴したいんですが。映画、鋼の錬金術師、ウィンリー役の本田翼さん、お願いします。あ、はい、えっと、本当に、皆さん、暑い中、あ、ありがとうございます。えっと、今日は、鋼錬店のオープニングイベントということで、あの、ぜひ、皆さん。楽しんでいってください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。 続いて嫉妬の訪問クルス演ビ役の本郷花田さんお願いします。はい、えー、皆さんこんにちは。演ビ役演じさせていただきました本郷花田です。えっ、ー、と今ちょっといろいろあって江戸みたいな髪の毛の色をしてるんですが、<laughs> あのー、このこの人です。よろしくお願いします。こ,こ,この人ね。<laughs> よろしくお願いします。<laughs> さあそして鋼の錬金実施店のスペシャルサポーターの土田隆幸さんお願いします。 そうですね、あの、スペシャルサポーターって今聞いたんでびっくりしてますけれども初めて今日聞きました。ということですか、実写版は出られてそうですね、ルイ・アームストロングのお父さん役っていうんで出てるっていう噂がありますけれども噂はい、ぜひ出てるかどうか見てくださいということでちなみにあれなんですよ、さっき2時間ぐらい前にね、3人でここでちょっと収録まさにこの場所でやってたんですけどその時一っ子一人いなかったのにすごい人ですね。 プレス以外のね方々も大勢お集まりいただいて注目度の高さが伺えますがえここからのスチールの皆さんフラッシュを使用しての撮影はご遠慮いただきますようよろししくお願い申し上げますさあそれでは早速、はがれん店についてお話を伺っていきたいんですがえ皆様はね先ほど番組収録もあったということでご覧になったと思うんですけれども率直な感想を伺いたいと思います。ままずず本田さんいかがでしたまず まずあの入ってそのチケットを交換するところからもうワクワクするんですよね。剥 <laughs> がれん天、はあ、はいちょっとしたあのう嬉しいサービスが実は待ってまして、うん、でもそこから中に入ってももうあーのこう連続ですすごいですはいうー<こ>あーの連続はい興奮しっっぱなしでしたねなるほど、はい、さあそして本郷さんいかがでしたかはいえっ、ー、ともう先生の書いた原画が 100や200じゃ聞かないぐらい多分あったと思うんですけどあの実際の筆使いのタッチとか至近距離で見られてすごくあのいい経験になりましたあと結構プロジェクションマッピングとかを使った派手なこう演出とかもあったりしてあのここに来ないと楽しめないものがたくさんあったのでままた来たた来いいなと思いましたね、はい、もうファンとしてはたまらない展示会と、えー、えさあそして土田さん。 はい、率直なをな感想、いかでしにってそうですね、もう作品もいっぱい見れますし素晴らしいんですけど本当細かいところにも遊び心があって撮影していいですよとか撮影しちゃだめですよとかいろんな、ね、ちっちゃなこうマークみたいなのがあったりとか、はい、あトイレこっちですよのマークもぜひ見てもらいたいたです、うん、実はこの原作がネ元ネタになってるはい かなり、そういうところまで細かいところまでや気配りできているんだなっていと楽しませてくれるものになっているとそして、この本店7つのエリアに分けて構成されているんですけれどもちょっと詳しく聞いていただきたいと思うんですけれどもちょっとこのポイントをぜひ見てほしいという箇所があったら多分いっぱいあると思うんですけど本田さんはいそうやっぱりでもあのファンとして原画が並んでいるところ。 わぜひ見ていただきたいですね、うん、もう先生が実際に描いていたものそのまま飾ってあるのでサイズ感であったりとか、うん、もうなんか先生の歴史をそこで見れますもちろん原作ファンでいらっしゃるんですよ<あ>本田さんですうわかなりすごいファンですね。 あ、鶴江さんからご覧になってはい、もうさっき三人で回ってる時も、本当あの収録してる感じじゃなかったですみんなで楽しくあの原画見ながら、けけけけ言いながら、ここ楽しいんだねなんて。わーって言ってましすげえ楽しかったです。三十分番組だったとあの聞いてたんですけど、もう軽く一時間以上多分。二時間ぐらい回っ二時間間くらいてましたか。で、というぐらいもうね、本気で心底から楽しんでいたという感じでございましたけれども、さあそして本郷さん、いろんなパートありました。はい。おすすめのポイント特に。 やっぱり僕としてはホムンクルスのゾーンがおすすめですかね、私演じているエンビーっていう役も、はい、その主人公たちを敵対するホムンクルスのこうメンバーなのでそこのエリアもあったりしてすすごい楽しかったです、うん、各キャラクターは本当にフィーチャーされてて、ね、そうですねあとはこう映画には3体しか出てこないんですけど、うん、7体いる他のホムンクルスの,、うん、あのキャラクターもいて。うん あのー、ちっちゃいセリム様って男の子がいるんですけど、うん、そこのエリアとか、すごい、あのー、あこうやって来たかっていうふう<ー>に思うような作り方ですごい楽ししめました、えー、演出も込みで楽しんでほしいということですね、はいはい、さあそして土田さん、はいいかかがでですすろろんなところありましたけどそうですね、うん、あの絵はもちろんですけどあの荒川先生のこんなん集めるの趣味なんだっていうのも分かります。<laughs> はい、ありまね、その趣味のものが、作品の中で、描かれてて。あ、こ、こ、これがあの人が使ってるあれなんだねみたいなとか。あと、それこそあれですね、あのー。ホムンクルスゾーンで、ホムンクルスの核になってる部分も、触れるっていう。<ー>実際、お客さんが触れるっていうね。ううはい。あの某賢者の石が触れるみたいな、ね。あ、もう言ってますね。はい、はい、はい、はい。